じゃーん。盛り付けしてきました。いただきます。皆さんは何食べてますか今。ちょっとこれから食べよう。え、待って、もう水吸ってめっちゃでかくなった。うん。もうやば、そばがめっちゃ伸びて柔らかい。去年って年越し配信したっけ。うん、したか。なにこれ、カニ？カニが、え、カニだ。なんかエビじゃないと思ったら、エビみたいなカニでした。めっちゃもうエビにしか思ってなかったけど、カニでした。なのでこんな骨があります。びっくりした。そう、明日公演なんですよ。でもまだ実家にいます。お、良いお年を。なんか可愛いのが売ってあったので買ってきました。なんかピクミンみたいな。
そう、実はなんかお腹いっぱいなんですよね、結構。ケーキもあるんですけどね、食べれんかもしれん。まあでもそばはつるっといける。なんで年越しそばなんやろ。細く長く生きれるように。え、どうしよう、めっちゃ伸びてちぎれる。まあまあまあ、美味しいです。めっちゃサクサクないけど。チーズがいい気がするな、伸びるし。ネギが、BGM 欲しいな。これ実はエビじゃなかったんですよ。カニでした。いつ寝ようって感じ、今日いつ寝ようかな。この配信を12時半か1時ぐらいまでやって寝よう。
初詣は行きたいと思っています。カニ美味しい。これセリアで買ってきました。可愛かった。クラッカーもあるので準備ばっちりです。充電せんといけん。し、なんかヒーターつけてなかった。なんかさっき私は紅白を見てたんです。最初これ見て、その後になんかエンタの神様をずっと見てました。何これ、テープ。そう、でもなんかうとうとしながらね全部見てたので覚えてないです、あんま。誰が推しですか？でもなんか面白かったって思ったのは、かわいたちさんの何やったっけな、告白の練習のやつです。2023年もありがとうございました。お、そばが来た。めっちゃそっくりなんですけど、自分が飾り付けしたやつと。
あと1時間40分えまだそんなにあるん逆に早く始めすぎたかもしれん。いやでも福笑いの準備をしないといけないので一緒にしましょう。確かになんで NG ワードないの。どっちもいい感じなのに。いつ頃12時超えてからします。ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。暗くない？でもなんかね、明るくしてもあんま変わらなかったんですよね。ほら、影ができる。で卒業投資更新相場は別の方が鳴る。一番鳴ったかもしれん配信中に。聞こえんかった？めっちゃ鳴ったよ。変えるぐらい鳴った。正月オールしたことないです。絶対に寝てますね、眠くて。
キもあるんですよね。ちょっと今お腹いっぱい。すごい。もうショールームの背景が。今年もみんなありがとねって書いてある。お腹が鳴った。みんなカウントダウンよろしくお願いします。もし0時近づいてきたら。ここは私の部屋じゃないんですよね。実はなんか物置みたいな感じだったところですけど、今はだいぶ綺麗になってます。自分の部屋なくなった、え、なくなりました。なくなりました、残念なことに。居場所がなくなってました。これを見せたいのにね、全然ちょうど映らん。こうやってやったらこうやってずっとしとかんだけ。今実家です。いつ帰るとかは内緒です。近くで女優の鐘聞こえるの？わかりません。聞こえないです、多分。ね、ピクミン。面白いよね。ね、犬は寝てます。連れてき、
連れてこようかな。抱っこしとこ。年越しそばを食べました。今私はその匂いですかね。眠そう。鼻息がめっちゃ荒いね。やばい、下ろして下ろして。状態が始まった。こんばんは。もう12月31日なんですね。早いですね。わわわ。確かにめっちゃ髪伸びました。降りるん、降りるん。じゃあさよなら。ああ見て、確かにこの時より、この時から1年ぐらい経ってるってことかも。撮った時から
や、それはまだ経ってないか。1年経ってないけど。こんなにもう伸びました。長くない？これぐらい、これぐらい。早いですね。ちょうどいいと思う。ビタミン、あ、ピクミンか。ここから見たらビタミンって見えるね。ピクミンなんですよ多分。確かに来年の私はどんな髪型にしよう。見て、のっぺらぼう。眉毛と目と鼻と口を切り取ります。確かに今年は、今年も去年と同じぐらい、いやそれ以上に、なんか一人でのお仕事が増えましたね。自分って意外と下唇分厚いよね。上唇はないけど。よし口が取れました。あ、一緒これ鼻ってね、難しいよね。だってこうね、こう取るしかないよね。どこが鼻なのかちょっとね、いまいちよく分からん。はい。その写真のサイズのカレンダー、これ結構でかいよ。
目いきます。え、今年ってうさぎ年でしたよね。ちょっと今思ったけどね、うしとらうたつ、うん、うさぎ年かね。そう、急いでね、さっきストーリーを上げたんですよ、うさぎの。インスタでもなんか挨拶しとこうと思って。タツ年ってウサギとかはなんか可愛い被り物とかカチューシャとかあったけど、タツってあんまなくない。今日探したんですけどなかった、あんまり。今年の話は結構気に入ってるんですよね。来年どうなるやろ。ちょっと不安。眉毛。え、元日公演来てくれる人ってどれぐらいいるんですか？できた、準備終わった。眉毛です。え、なんか、え、実物大？もしかして。めっちゃ濃い。こっちは？こうなってたってことやね。いいやん。どう？見えん？この辺か、この辺。え、待って待って待って、怖い怖い怖い。この辺か、え、待って、見えてくる見えてくる。あ、この辺この辺。あ、この辺だ。え、これやんこれやん、あっとるあっとる。いい感じ。え、これ逆じゃないか。なんか目の光の入り方が全然違う、やっぱり。ちょっと変。はい、まだやりません、福笑いは。
私の目はこんな感じです。垂れ目にも見えるし、釣り目にも見えます。なぜかって言ったら、こう来て一回下がってまた上がってるからです。この目の形はなんて言うんでしょう。目頭が結構あるタイプの目です。そして意外と黒目がちです。私は右目の方が分析始まった。右目の方がなんか釣り上がってます。実は、ここに鏡があるんですよ。そう、なんか実はね、立てるものがなくてドレッサーに立てかけてるんですよ、携帯を。今何時？今何時？まだか。まだ11時になってなかった。どうしよう。何しますか？なんか可愛いクリスマス習ったよ。まだクリスマスモードですって。え、これ可愛い、つけたらよかった。でも実家にしかなかったんですよ。めっちゃ可愛い。そう、今年は一番印象に残ったのは、インタビューみたい。そうですね、最近で言ったら、愛媛伊予観光大使に任命されたことです。それをいつ知ったかって言ったら、これはまだ多分言ってなかったと思うんですけど、愛媛県民文化祭、県民総合文化祭、県文祭の時にの総合フェスティバルの時にしれっと言われて、ってなりました。めっちゃびっくりしました。本当になんかご挨拶してる時に
あの大人の方とその時に知らされて、そう次のなんか12月26日に何移植式があるからみたいなをその時に伝えられて、まだ1ヶ月ぐらい1ヶ月以上ぐらいあるやんって思ってね、それをまねそう26日に近づくにつれてお知らせが、いいお知らせがあるかもよみたいな匂わせをしてました私は。でもまだ発表されてないものが一つあるんですよ。なのでそれも楽しみにしておいてください。こんばんは。いつ分かる？いやそれはねまだ分かりません。言っていいのかどうかもちょっと分からないので、出てないし。いや分からん、一つどころじゃないかもしれんよ。2つ3つぐらいあるかもしれないです、わかりませんけど。でも確実なのは1つ、これかわいい、このトナカイ。ねえ、そう、お話し会も受付中なので、ぜひ、あれ受付中よね、第8再犯、もう再犯がありすぎて第何再犯なのか分からんけど、今再犯してないんかね。27で終わったか、ぜひあると思うので再販が、ぜひ。え、これは多分めっちゃ前のやつだと思います。初めて見ました。足払い今日までだって。大変ですね、もう年末31日なのに。まあでも今日までですよって言ってもね、もうあと1時間くらいしかないんですけど、まあまあ忘れたら忘れたでいいんですよ。お腹が鳴る。コラボ配信の後みんな止まったの？止まってないですよ。そう、私は次の日愛媛だったので退散しました。みんな
疲れ様でした。1年明日は1月1日元日公演です。眠くなってきた。でもクラッカーで一回クラッカー鳴らしとくか目覚めのためにめっちゃうるさいかもしれない。これ大丈夫なんかね、ヒーターこっち向きにしよう。一旦ちょっと怖い怖い、これクラッカー結構怖いよね待って、うるさいよ、音量注意。夜遅く使わないって書いてあるんやけどまあそれはそう、マナーとして。じゃあやめとくか。0時ぴったりの一発で決めよう。このカチューシャはね、実家にありました。どこで買ったんやろ、分からん。結構しっかりしとる。これはセリアで買いました。今日可愛かったので、なんか被り物欲しいと思って。本当は何、恐竜じゃない、タツのなんかないかなと思ったけどなかったです。ね、コミキャンっぽくない？本当はカラオケしたいんですけどね、実家なので歌えません。ばあちゃんも寝てます、じいちゃんももう早くから寝てます。クラッカーはね例外一瞬なので。あと1時間、どうする？1時間振り返り、何の話しとったっけな。前髪は自分でカットします。
自分でカットするのがほとんどで、なんか私は愛媛の美容室にしか行かないので、愛媛に帰ってきた時になんか前髪がなんかおかしかったら切ってもらうって感じ。でも今回は行ってないですね、美容室に。全然行かないんですよね。あ、もう真横にヒーター持ってきました。寒いので。ショートにはねしませんね。ちょっと長くしたいので。今お腹ここぐらいまで伸ばしたい。あと2年ぐらいかかるかもしれん。どうしよう、エクステつけんといけんでも地毛がいいんですよね。うん、ロングにしたいんですよね。さこちゃん、確かにさこちゃん長いイメージしかないかも。そう、まあ、長くてもボブにはできたりするので、見せ方次第で。こうやってね、なんかあれやん、よく浴衣着るときとか切りたいっていう。そうなん、私は今は切りたくないですね。伸ばしたいです。意志が固まりましたそう、これぐらいの時期にいつも切るんですけどね。今年はロングで年越します。人生で一番長かった時覚えてないかもしれん。これより5センチくらい長い時なんじゃないですかね。そんな長かった時ないんですよね、実は。STU 2年目ぐらい時が一番長かったかもしれん。乾かすのは、ドライヤーによります。めっちゃ早いやつは5分、6分、7分ぐらいで乾くんですけど、風量が弱いやつとかは10分ぐらいかかる。
うん、結構途中で切っちゃうメンバー多いイメージ。確かに。でも前髪は多いよね。前髪伸ばすって言っときながらやっぱ切りましたっていう子は多いよね。私もです。前髪はどうしてもね、なんか伸ばせないんですよね。なぜか、なんか邪魔になってくるんですよ途中で。2023年はどういう年でしたか、皆さんは。一番印象に残った出来事は何ですか、皆さんの。ちょっと手を使うよ。よし、お引っ越し、あ、いいね。初めて大阪に行ったこと。お、私も大阪の思い出はたくさんできました今年。大阪の舞台に出たので、ずっと大阪にいてたこ焼きを食べました。私の大好きな。でも結構めっちゃ真夏の季節だったので並んだりとかしたんやけど、めっちゃ暑かったです。めちゃめちゃ行列でした。宇和島に行ったこと、車を買い替えた、それはでかいね。確かに大阪でもあったよね、コンサート千秋楽。確かに練り歩いた。あの時の共演者さんとは連絡取ってるのかな。ちょく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 撮りましたし、あの川上千尋さんが出演していたピノキオ、ピノキオ、イントネーションがわからないんですけど、ピノキオかピノキオかの、あの舞台をに、あの出てる方に招待していただいて見に行きました。そう、それはなんかつながりがないと見に行けてなかったものですね。推し卒業ね、でかいよね。どうするんやろ、なんかずーっとこの子しか推してなかったっていう子が、もしなんか、まあ48グループとかやったら卒業とかってあるやん。したらすぐ他の子を見つけれるもんなんですか、どうなんですかね。こんばんは。
職場変わる、うおー、それは大変そう。90%、待って、銭湯は推しメン2人以上いるから、確かにそっか、ですよね。全国ツアー千秋楽で最善ゲットして青茶見れたこと、いいですね。てか、あのクリスマスコンサートじゃなくてクリスマスライブで投げたあのサインボールがどこに行ったんだろうってずっと気になってるんですけど、いませんか、誰か撮ってくれた人。この中にはいなさそう。誰か撮ってくれたんかね。めっちゃシャイな人とか。さすがに誰かは撮ってくれてるよね。結構後ろに投げたので、もうこうやって投げた。これやったらね、ポーンってなるので。髪の毛バッサリ切ったと、いつやったっけ、いつ切ったっけな自分。去年の秋ぐらい、ちょっと全然覚えてないんですけど、そう、伸びましたね。そこから全然切ってないです。うん、そう、勝手に観光大使ではなくなりました。まあでもユニット名では勝手に四国観光大使です。ボブにする予定はありませんね、総監督倉野成美さん、しかも村山優衣さんのプロデュース公演っていうのを見たんですけど、めっちゃ見に行きたい。なんか喉の調子が悪い気がするんですけど。なんでやろう、
喋ってなかったからですかね、あんまり今日一日感想かも。そう、生誕祭のチケットが、そう、生誕祭のチケットが受付中なのか、そう、お話し会じゃなくて生誕祭のチケットが受付中です。もう1月17日まで受付中です。生誕祭の日の前日まで受け付けてるんですけど、先着なので、見てください。最前列でした。お、あ、もう出てるのか。広島クラブ、広島クラブクアトロです。そう、生誕祭は年に一度しかないものなので大切にしたいですよね。二列目、おー、っていうことはスペシャルショ、スペシャル、スペシャルサポーターってことですよね。あ、実は今日ブログを更新してるので、いつぶりかの、さすがにね、2023年最後の日なのでブログを更新してるので見てください。確かに大阪のお話し会もすぐあるので、2日後か20日に、楽しみ。13、14はオンラインか。アイドル歌ってる？待って、キの映画を休めるや。レコード大賞もね、見ました。ニュージーンズの皆さん可愛すぎてびっくりした。いいね。昔はなんかレコード大賞と紅白歌合戦が同じ日だったんですよね、確か。
昔は大変だったみたいなテレビでやってました。昨日どっちも出る人とか、どっち見るってなるよね。レコード大賞と紅白。あ、時間が違ったん。あ、同じ時間。それは助かるね。9時から紅白だ。あ、そうなん。じゃあ結構短かったよね今より。昔はなんかパトカーに先導してもらって会場行ってたみたいなやってまして、昨日紅白の会場まで。ね、昨日やってましたテレビで。ジュアの鐘鳴らしに行かないですね多分今日は。紅白の順番が早い人はレコ大取れないって分かってた。まあ確かに、そっか、間に合わんもんね。だってなんか嫌やねそれ。みんな鳴らしに行くんですか鐘を。あの鐘を鳴らすのはあなた。ねえ、司会が結構豪華でしたね。いや、なんか最初の大泉洋さんのあのあれは何、ボケだったってことですか。今年の司会は僕ですみたいな、あれは何やったんやろって思いました。面白かった。なんか音楽も一瞬止まって。今日は夜中にお風呂入ります。だからなんか1月1日とか大晦日からのなんか年越しって寝たらなんかもったいないって思わん？いつも寝てたんですけど、
なんか最近はもったいないと思ってしまう。寝てたら。なんか年越し何してたって聞かれた時に寝てたってなんか言いたくない分かる。もったいないと思いつつ前は寝てました。私は何か子供の時は眠気に耐えられないので、小学生の時とかはもう眠くなりながらもう帰りたいと思いながら行ってましたね、外に加熱器に。ワクワクしてた。確かに自分もいつもは早く寝んかなって言われとったけど確かに12月31日だけは何も言われなかったですね。そう、早く寝るのが、早く寝ないと怒られる家庭だったので、今は一人暮らしなので何時でも起きてられるんですけど。みんなそっか、夜更かし怒られるよね。そう、なんか見たいドラマとかがあったのにもかかわらず早く寝なさいみたいな感じだったのでそれはめっちゃ悲しかった。こっそり見てましたけど その時見てたのは めっちゃ覚えてるんですけど、リバウンドっていうドラマで、めっちゃ好きだったんですよね、面白くて。すっごいなんか特殊メイクのドラマだったんですけど、面白かったです。結構前も小学生の時だったので、多分もう一回見たいですね。昔のドラマはもう一回見たい。こんばんは。皆さんはどうやって今年は年を越すんですか？ジャンプとかするんですか？私は今年はクラッカーでいきます。どうしよう、クラッカー失敗せんようにちゃんとせんといけん。じゃあこの配信を見てくれてる人のために、なんか前不発だったんですよね、なんかの時に全然鳴らなくて、音が。今何時？あ、30分だ。あと30分。
なんかないかな。懐かしいものが出てきた。見て、中3やったっけの時に弾いた第一三章、大きくはっきりとアクセントって書いてある伴奏です。めっちゃ長いよこの楽譜。ほら1,2,3,4,5 枚ある。え、懐かしいこれ。てててててはなるでじみみたいな。このピアノめっちゃね難しいんですよ。え、もう一回弾きたいんだけど。実家なのでいろいろあります。見て、これ多分ファンの方からもらったやつな気がする。めっちゃ前にもらったやつだと思いますけど、トトロのパズル、光を通す透明ピースのジグソーパズル、めっちゃ前にもらったやつ。30分でできるかね。2018年のやつだ。ほら、やばくない？5年前、5年前のやつでした。これ作られたのが。これ難しい。どうやってやるの？何も手元わからんよね。だって話しながらしよう。で、30分でできたらよかったねって感じにしよう。多分できません。こういうの結構意外と苦手なので。この模様を作ります。こっちか、え、こっちか。え、何も分からんのやけど。パズルって角からするもんよね。お、なんか著作権マークがあるってことは、これは右下ですね。お、著作権マーク、スタジオジブリの文字からちょっと見つけ出そう。賢くない？え、待って、つながっとんやけど、ここ。え？ラッキー。なんで？取れてなかったとか？全然ない。え、これも繋がっとる。あれ？ちらほら繋がってます。
ったあった。これ見える？もう見えませんでした。待って、めっちゃ時間かかるかも。ゆっくりしててください。スタジオ、来た来た来た。お、いいね。え、これ楽しいかもしれんよ。何も 手元映してないんですけど。おお、ここまで行きました。年内、ね、年内で終わらん。どうしよう。つむじ配信、ここ開いとったっけ。ちょっとなんか開いてない。文字がないよ。どうしよう。50分になったら教えてください。2023年最後の試練。ちっちゃいトトロの顔。誰かが戸を開けてたよ。もう触れない。え、ない、文字が。やばい、諦めモードに入ってきた。どんな年だったか、どんな年だったか、ちょっと語り合ってください、皆さんで。私は、待って。もう充実した1年でした。ありきたりですけど、なんかね、私に任せたいって思ってもらえるぐらいの存在には慣れたのかなって思ったらね、そう、ソロのお仕事とかが増えたので
そこが嬉しいです。そう、具体的に言うと就労支援のお仕事とか折り鶴大使とか、家具のトークショーとか、舞台とか、ですね。そう、税務署長も2年連続で（笑）じいちゃんが起きてきたかもしれない。席しよる。もう充実してます。え、文字がないんですけど、全部表向きにしたんやけど。あれ？そんな感じです、私は。え、パズル全然できてないよ。よし、諦めますも、え、文字がないんですよね。なんか著作権のマークのところからしようって思ったんですけど、永遠と見つかりません、その文字が。あと2つぐらいあると思うんですけど、これ見つけた時が一番いいよね。いや、これじゃないね。で、ないですね。形から推測しよう。あ、待って。で、ありました。はい。じゃん、できたできた。私が組み合わせてなかっただけでした。見えん。なんかこうやってました。できてました。よし、達成、達成です。完成しました。光が透けるってどういうこと？そういうことか。
意外と早かった。確かに。あと15分だって。え、待って待って、15分でできるだけしようかな。全然違かった。ここはもう絶対角ってことよね。難しくない？よし、これでいいか。もう大満足。え、すごい、 STU22 人も配信しとんや。すごいね。すごい、半分配信しとるって。こんな時間にしかも。多分あと15分では難しいですね。私の今の能力ではこのパズルは厳しそうです。まず角も見当たりません。難しい。制限時間とかあったら絶対無理。普通に無理だと思う。ですよね。今度また一人で作ります。残念。一旦バイバイです。これって配信って手元だけ映すとかオッケーやったっけ？顔映ってないとダメみたいなあったっけ？ちょっと一旦ここに入れよう。残り10分。いや、まだ本題に入ってないので、私は福笑いをしてないので、恒例のね。初笑いですね。
どうしよう、年々福笑いが上手くなって別に面白くなくなったら困るよね。ちょっと上手くなってもちょっと困る。ケーキ持ってこようかな、誕生日みたい。え、待って、今何分？52分お願いします。あ、やばい、バンされてないかね。待ってきました、います。なんか待って待って、え、まだ時間あるよね。紅茶を持ってきます。54分。
まだセーフ、まだセーフ。56分、やばい。よし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 、はあ、びっくりした。待って、なんかマイクもあるんですよね、ほら。ちょっとこれは怖いけど、電源は入れないんですけど、あただ見せかけのマイク。あ、待って待って、クラッカーどっか行った。あった。それでは2023年もあと残すところ何分、あ、2分、1分ぐらい、2分ぐらい。なんですけれども、残すこと、言い残すことはないですか？ありがとうございました、2023年も。良いお年を。ありがとうございました。え、カウントダウン誰かしてくれるかね。時計ないんですよ。良いお年を。あと1分ぐらい。そうそうするね。来年もよろしくお願いします。良いお年を。生まれ変わります、私たちは。今から2024年へと、よろしくお願いします。40秒前、40秒前。ドキドキですね。良いお年を。30秒前、え、10秒からカウントダウンよろしくお願いします、コメントで。20秒前。え、待って、もう5秒前ぐらいじゃない。5 4 3 2 1。明けましておめでとうございます。おお、すごいすごいすごい、一気に変わったね、背景。中吉だって。明けましておめでとうございます。よし、テロップを変えます。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤどうぞ2024年もよろしくお願いします。え、2024年になったんだって、すごいね。鐘の声聞こえる？何も聞こえん。
田舎すぎて聞こえないんですかね。クラッカーネックレス、散らからないクラッカーにしました。もちろん乾杯。かん、アップルルイボスティーにしました。今年の抱負、なんか生誕祭が近いけんね、いつもここでね言うか迷うんですよ。どうしよう。どうしようかな。タワー？待って待って。どこ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 ？ない。ビッキーさん、ありがとう。ありがとう。今年もよろしくお願いします。今年の抱負は、抱負っていうか目標、やりたいことは、そうですね、一番実現できるかなって思うのは、やっぱり愛媛伊予観光大使になったじゃないですか。なので、オリジナルグッズとして、なんか愛媛の観光スポットを巡ってる、そういう写真集みたいなのを出したいです。フォトブックか、フォトブックみたいな、ちょっとした、何なんて言ったらいいの、パンフレットみたいな、パンフレットよりもちょっと分厚いやつがいいみたいなものを、なんか作りたいですねって思ってます。し、これは、どうなんやろ、まだ言わんとこ生誕祭で言おう。そう、なんかそういうフォトブック的なものを出したいですね、今年は。とか、なんかそういう愛媛とかの代表的なもので言ったら、タウン情報松山さんみたいな、紹介してるパンフレットみたいなものにたくさん載ってみたいです。明けましておめでとうございます。これは私の目標です。そう、なんか観光大使になったので、せっかくなんか
ものとして残したい、残したいって思う。なんか観光大使の証を今っていうか明確な活動内容ってあるようでないじゃないですか。個人的にどんどん発信していくみたいな感じしかないので、なんか物として一つ残したいですね。令和7年までらしいんですけど、まあ、それを延長できるぐらい延長したいですって、ちょっと延長したいですね。愛媛県に行ってみたいです。ぜひ来てください。もうなんか、私はね、道後がおすすめです。スタバもね、レトロ可愛くて行ってみてほしい。明治って感じがする。明治なんて言ったらいいやろ、なんかそういう大正ロマンみたいな雰囲気があるようなスタバなんですよ。見た目がめっちゃ可愛いんですよ。そう、ハイカラ通りもおすすめです。いろんな可愛いお店が増えたので本当におすすめなんですよ。今年もよろしくお願いします。あ、ケーキじゃん。これ食べれるかね福笑いもしたいよね。食べてからしよう。急遽買ってきたケーキ、柔らか。いただきます。いいね。確かに下灘駅もいいよね。瀬戸内の声の場所よね、下灘駅って。梅津寺駅もおすすめです。手作りのケーキじゃないです作ろうと思ったけどね、ちょっと作りませんでした。ああなんか0時にケーキ食べたのめっちゃ久しぶりかもしれん。
ケーキってあんま食べなくない？特別な時にしか。こういうショートケーキってチーズケーキとかよく食べるけど、なんか自分の最近の口癖ね、いいねな気がする。恥ずかしくなってきた言うのが。うん、ケーキ屋さん。自分もめっちゃ仲いい、今は全然話してないんですけど仲良かった友達にパティシエの子がいるんですけど、2人いるんですよ。なんかもう1人は仲良くないか別に。なんか女の子と男の子いて、その男の子の方はバレンタインの時に作ってきてたんですね、マカロンをみんなに配ってて、え、自分もマカロンを食べたいと思ってもらったらめっちゃ美味しかったんですよ。それであとは女の子の方は自分が何だっけ STU に入るって言って、自分がチーズケーキが好きやったけん、そのチーズケーキをわざわざ作ってきてくれてもらったんよ。それを食べてめっちゃ美味しかった。すごいデザート作りの上手な友達が2人います。全然連絡取ってないけど悲しい。今もなんかすごいんですよ、ケーキをめっちゃ可愛いケーキとか作ってたりとかして、もうチーズケーキは美味しすぎてもう一回作ってほしいもん。あけましておめでとうございます。初日の出とか見に行かないんですか？もう行くんですね。雨降ってる？嘘、止んでるんじゃないんですか？なんか東京が一番日の出が早いみたいなやってました、さっき6時50分ぐらい。東京が一番早いんやって思ってそれで見たらちょっとねびっくりしました。初日の出見に行ったことないんですよね、実は。確かに天気がね悪そう今日は。昨日も悪かったしね。
昨日あんまり寒くなかったし、なんか全然あの12月30とか31日とかそういう感じしなかったんですよね。寒くなくて、でも初日の出ってめっちゃ感動しそう。いいな、見に行きたい。初詣行かなかった年とかありますか、皆さん。私は多分ないです。あるか。絶対行っとるかも、初詣。来年は初日の出を見に行きたいですね。でも来年もありそうじゃないですか、元日公演。どこに行ったら見れるんやろ、広島とかって。愛媛あとなんか高知まで行って見たりとかするんですけど、宮島ね、いいね。いいじゃないですか、宮島。幻想的。確かに早起きが辛いよね。じゃあ福笑いしようかな、一旦。うん、どうやってやっとったっけな。まずはのっぺら棒を貼ります。じゃん。お疲れ様です。きっといい年になります。よし、どうしよう。ここでいっか。なんか曲がってない？ちょっと気になる。
今日ちゃんと目隠しも買ってきたけど。不正はないです。面白くやるとかないです。パーツの裏にテープを貼っていきます。これパーツ取るのが難しいんよね。こ画面を見ずに取らんといけん。縁取りって何？一人福笑いってね結構難しいんよやるの。待って眉毛が一個どっか行った。あったありました。右眉。なんかショールームのコメント欄音声読み上げみたいなできたらいいのにね。はい、では行けました。ちょっとこれ一回つけたままで目隠しをします。テロップを変えます。よし、待って待って。よしよし、ちょっとリップ塗ろう。気合い入れます。よし、目隠ししたらね怖いんよね。いきます。まずパーツを取るのが難しい。これ何も見えてないです今。ちょっとパーツだけ取ります。じゃあこっちの眉毛から。待って、まず顔がどこにあるかわからん。この辺ね。よし、いきます。あれ、こっちの眉毛か。待って、顔がどこにあるか分からんかった。はい、え、待って、どの辺やったっけ。頭、これ見えてますか。この、ここおでこらへん、ここおでこと予想して、ここ、この辺。え、本当に見えてないです。え、意外と上手いんじゃないですか。はい、次。ちょっと待って、パーツだけ見させてください。次、左眉。こうってことは、え、分からん、多分この辺。やっと、待って、下すぎる気がする。
いける？ OK 見えてますか？はい、次こっちの目です。ここかな。だって上すぎたかもしれん。まあ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 。え、これいけてる？はい。次。左目。え、これ向き合ってる？どこどこどこ。え、待って、寄りすぎてない？え、待って、はい、待って、上すぎたかもしれない。まあいいか。はい、次、鼻。鼻はもう楽勝。え、はい、ここですね。はい、ラスト口。やばそう。この辺、いや下ら辺にしとこう。はい、どうでしょう。私はまだ結果を知りませんけど、じゃあ見ますね。3、2、1。待って、めっちゃずれてるけど上手くない？上手くない？え、ほぼ自分やん。え、上手いやん。そう、待って、上達してきてびっくりする。これをね、こう、もうちょっとこうしたらいけるよ。待って、え、ほら、上手くない？もう自分じゃないですか、これ。ちょっと、うん、あれですけど。ね、上手くない？ほら、一回眉毛の位置だけやって、ちょっと完璧なやつちょっと一回作りたい。一回眉毛だけここをつけとくんよ。つけとって、ちょっと完璧なやつを目指します。よかった、マスキングテープでやって。ちょっとリベンジ、リベンジ。そう、次はね、完璧を求めます。顔がこんなぐらいね、こんなぐらい、このぐらい、このぐらい、あ、 L ぐらい。よし、
よし、いけるやん。ではいきます。まずは眉毛からしよう。左眉、ここがね難しいよね。どれぐらい、これぐらいか。角度も大事よね。この辺上がりすぎたかも。ちょっとまあ、いやいいか次こっちの目、よし、ここが顔だからこの辺、え、いい感じなんじゃない。左目、え、垂れ目なんだか、こう、よし、次鼻、鼻はもうね、完璧、よし、口、ちゃんと合ってるよね。あれ、鼻がない、あ、これか、この辺、上すぎた、よし、どうですか、完璧、3、2、1。待ってさっきよりでも、ね、眉毛からちょっと間違えてます。え、こんな上やったん？え？すごい、やっぱ人の感覚って全然正しくないんですね。ね、さっきより下手。だって眉毛の位置が違うもん。ここと。オッケー。めっちゃ顎がすごい。オッケー。終了。終わり。まあ。でもほぼ自分なので。うまいですね。うまい。もう自分にしか見えん。だってこっちから見たらだってもう自分やもん。あ、こう貼ったけんじゃない。まっすぐこう貼ったらもっとうまい。オッケー。確かに自分もさっきの方が好きかもしれん。これはちょっとね、調子乗った顔って感じ。元の位置はこの辺です。
これですね、私は。本当の私はこちらです。陰影がないので変ですけど似てる私です。オッケー、今年も福笑い乗り切りました。だんだんと上手くなってきました。2024年もよろしくお願いします。ちょっとは寝ます。初日の出とか見に行く方はぜひ写真を撮ってメールの返信で送ってください。ハッシュタグ青空メールで。今年もよろしくお願いします。では壇上を読みます。千里さん、まえちゃんさん、まっちゃんさん、こたつ猫さん、ジータさん、殿様ドラゴンさん、サージカルさん、うつぼさん、オーツーさん、しゅうちゃんさん、けんけんさん、むねかねひろしさん、ビッキーさん、はぎちゃんさん、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。ありがたわ。誰、はぎちゃんさん、ありがたわ。ちょっとテロップで書きます。ビッキーさんと一緒に。ありがとう。眠くなってきた。では今年も健康に気をつけて元気に明るくいきましょう。今日は元日公演よろしくお願いします。明けましておめでとうございました。今年もよろしくお願いします。